ジョン・ケネス・ガルブレースは、カナダ出身の制度派経済学者である、ハーバード大学名誉教授。身長は2メートルを超え、偉大な業績とも相まって、経済学の巨人と評された。ガルブレースは、カナダ・オンタリオ州、アイオナ・ステーションに、農家の子供として生まれ、ダットンにて育った。1931年、オンタリオ農業大学にて、学士取得。 カリフォルニア大学バークレー校にて修士号を呼び、博士号を取得している。1937年には、米国市民権を獲得した。第二次世界大戦中、彼は、物価局の副局長として、戦時インフレ抑止に活躍、アメリカにおける、物価皇帝プライスザールの異名を取った。終戦時彼は連合国戦略爆撃調査団の一員として、 調査を実行、戦略爆撃は戦争終結短期化に効果はなかったとの結論を導き出している。また、ドイツ及び日本の戦後統治に関するアドバイザーともなった。また彼は1943年から1948年にかけてフォーチュン氏の編集者を務め、1949年にはハーバード大学の経済学教授に就任した。 ジョン・ F ・ケネリ大統領とは友人であり、同大統領の任命により1961年から1963年にかけて米国の中インド大使として、不妊、同地でインド政府の経済開発の支援を試みる。1972年にはアメリカ経済学会の会長を務め、また1997年にはカナダ勲章を受訓している。私生活面では彼は、 キャサリーン・アトウォーターと結婚、マサチューセッツ州、ケンブリッジに居住し、下記の別荘を、バーモント州、ニューフェインに所有している。4人の息子を設けたが、内数とは創生。ジェームズ・ケイガル・ブレイスは、父同様に有名な経済学者となり、テキサス大学オースティン公教授を務めており、ピーター・リュー・ガル・ブレイスは、アメリカの外交官、外交評論家として、 バルカン半島諸国や中東関係に造形が深い。2006年4月29日、老衰のため米マッサチューセッツ州の病院で死去。ガーディアン氏によれば死因は肺炎の合併症による可能性がある。彼はフランクリン・ルーズベルトのアドバイザーとしては現存する最後の一人であった。元大統領ビル・クリントンのコメントなどから彼の健康状態がかなり悪化しているのではないかと、 する懸念が生じていた。97歳。20世紀において、その著作が最も読まれた経済学者と言っても過言ではない。終身教授であったハーバード大学において、教鞭を取った1934年から1975年にかけて50作以上の著書と線を超える論文を表し、またルーズベルト、トルーマン、ケネリ、ジョンソンの各政権に仕えた。 1961年、ケネディ大統領はガルブレースを中インド大使に任命したため、彼は1963年までその任にあった。ロバート・ラベット曰く、当時の財界はガルブレースを一流の小説家とみなしていた。アメリカ経済学会の会長を務めたこともあったガルブレースであるが、その主張は主流派経済学者からは偶像破壊主義者的にみなされることも多い。 その理由としては、ガルブレースが経済学の数学的なモデリングを忌避し、平易な記述の政治経済学を志行していることが挙げられる。また、さらに進んで、彼の論理が確固とした実証研究に基づいていないと批判する経済学者も少なくない。彼は、進歩主義的価値を重視する古典的な意味でのケイン事案であり、分筆の際にも恵まれている。 彼の著作には経済学上のトピックを扱った数多くの通俗的な著書が含まれ、その中で彼は経済学上の理論が必ずしも実生活とうまく調和しないことを説いている。生涯を通じて経済社会の現実に対する鋭い批判、批評を行ってきたガルブレースだが具体的に何をどうすればよいのかという提言はほとんどなかったとされ、 例えば大企業の政治力を抑制する改革案として、心情、女性、国家の3つの解放を提唱するなど、そのあまりに理想主義的な姿勢も評価が分かれるゆえんとなっている。2004年に出版され、高い評価を得た彼の電気ジョンケネスガルブレース、ヒズ・ライフ、ヒズ・ポリティクス、ヒズ・エコノミックスは、彼の経歴と思想に関する新たな関心を呼び起こした。 ガルブレースの著作は多くの経済学者にとって批判的議論の対象となっている。特に古典的自由主義の立場を取る者、あるいはオーストリア学派の流れを組む者はガルブレースの主張に反対し、その研究の正確性に疑問を提起している。1952年に刊行されたアメリカの資本主義において、ガルブレースは将来のアメリカ経済が三等政治的。 すなわち、大企業、大規模労働組合及び政府による支配を受けるであろうことを、大恐慌以前には大企業のみが、経済に対する支配力を持っていたことと対比して論じている。1958年に表された彼の最も有名なベストセラー、豊かな社会では、アメリカ経済が成功に向かうためには、大規模な公共事業、例えば高速道路、 教育といった分野への投資が必要になるであろうと述べている。また、生産者側の宣伝によって消費者の本来意識、されない欲望が掻き立てられるとする依存効果を解いた。さらに、彼は、それまで疑われることのなかった前提、すなわち、物質生産の持続的増大が、経済的、社会的健全性の証であるという考えに対して疑問を投げかけている。 この立場から彼はしばしば最初の脱物質主義者の一人と考えられている。この著作はケネディ・ジョンソン両政権で実施された公共投資政策、いわゆる貧困との戦いに大きく貢献したと考えられている。なお、同著書は大きな論争の的となり、リバータリアニズムのアインランドは、 この調を表してガルブレイスが主張しているのは中世の封建主義に過ぎないと述べた。また、マレーロスバードは豊かな社会について、錯誤、ドグマ的前提、昔ながらのレトリック技法に満ち溢れ、そこには筋道立った議論は存在しないと批評した。1967年の新しい産業国家の中で彼はアメリカでは 完全競争の過程に当てはまるような産業は、実際にはほとんど存在しないとを述べている。ガルブレース自身は、豊かな社会、新しい産業国家、経済学と公共目的を三部作と呼んでいる。また、豊かな社会、新しい産業国家を、自分の最良の著作と考えている。1977年のザエイジオブ o ンサーティンティーは、 英国で13回の BBC テレビドキュメンタリーになった。また、不確実性の時代は日本で1978年のベストセラーになった。日本での売れ行きは発売半年で42冊50万部。一ハ春尾によると、それまで日本では経済書がベストセラーになるという概念がなかったという。その他、不確実性の時代に対してマネタリスト、 特にミルトン・フリードマンの反論は激しかった。フリードマンは選択の自由というテレビ番組を作成し、その著作もベストセラーとなった。フリードマンの選択の自由で示された政策は、新保守主義の経済政策の支柱であり、英国のサッチャー政権や米国のレーガン政権において実施され、日本でも 中曽根政権から小泉政権による正域なき構造改革に至るまで様々な政策で実施された。選択の自由は影響力の点では一時的には不確実性の時代をしのぐものとなったがサブプライムローン問題に橋を発する2008年の世界同時株安によってその評価は急落した。2008年のノーベル経済学賞を受賞したポール・クルーグマンは ネオケイン事案の立場から変動為替相場では、投機化の思惑は自己成就的な相場の変動を作り出し、変動為替相場は本質的に不安定であることを示し、論争に終止符を打った。1990年のバブルの物語、暴落の前に天才がいるの中で、ガルブレースは数世紀にわたる金融バブルの状況を追い、 そのすべてに共通する原理はレバレッジであるとした上で、来るべき偉大なと称される類の過大な期待は、多くが非合理的要因による錯覚に過ぎず、とりわけバブルの絶頂においては、会議に対する排斥が激しくなるとの警鐘を鳴らしている。自身の体験として、ブラックマンデーの崩壊を予測して、批判を受けた経緯が語られている。ただし、ケインジアンであるクルングマンが指摘したように、 従来、経済学者の多くは、景気交代に際して、金融緩和を行うと、利子率が低下することで、民間投資や消費が増加すると考えていたが、利子率を下げ続けて、一定水準以下になると流動性の罠が発生し、マネーサプライをいくら増やしても、民間投資や消費に火がつかないため、通常の金融政策は効力を喪失する。この問題については、フリードマンや、 同じシカゴ学派の竹中平蔵も、サプライサイド経済学の観点から説明することは、できず、日本の、失われた10年を招いたが、ガルブレースもまた見逃している。経済学者のトーマス・カリアーは、偏見の強いノーベル賞選考委員会は、知名度、人気も、抜群の20世紀の経済学者をもう一人、賞の対象から外してしまった。20世紀を代表する、 経済学者の一人ガルブレースである。リベラルすぎる。数学的でないなど理由はどうであれ。巨匠、ガルブレースの名がないことは、受賞者名簿の不備を際立たせる一例であると指摘している。ネイマサヒロ、英語原点で読むシュンペーターハット AB イカリハルオ、この本は100万部売れる公文社、2002年10月30日、84ページ。 ISBN4 から334973671。トーマス・カリアー、ノーベル経済学賞の40年、上マイナス -20 世紀経済思想史入門、筑馬書房、筑馬選書、2012年、24から25ページ。ありがとうございます。